おはようございます。アイナラインの ZBG です。今回は、ザ・レトリック、人生の武器としての伝える技術っていうのを勝手に予約して勝手に解釈します。今回どこに行こうかな。今回はここら辺か。ここら辺からまあロゴスっていうのもね、一つこう、まとめてみようかなと思ってますけどもね。前回はね、感情の面と人柄の面で説得するっていう方法を紹介しました。さて、論理に入る前にですね、ちょっとここ見てみましょうか。共通認識っていうのがあります。聞き手と同じ共通認識で話を始めた方が、相手にとって話っていうのは入りやすいです。つまり、相手、聞き手にとって利益になること。とか、あとは聞き手が繰り返し話す言葉。何回も何回も同じ言葉を使ったりする場合は、その人が大事にしているものの方が多いです。大事にしてる言葉だったり、大事にしてる人だったり、大事にしてる場所だったりすることが多いです。だからこれを大事にすること。自分が話すときもね。そして、相手が否定すること。これも自分が否定する。とか、相手が否定するものっていうものに対して、じゃあ相手が否定するものに対して賛成しちゃったらさ、自分がね、カエルは大嫌いだって言ってる人に対して、カエル、俺好きなんだよねとか言っちゃうと、結構、ね、うまくいかないですよね。だから、カエルは嫌いなんだねってことを受け止めた上で、話を進めていくって大事ですよね。で、そこを抑えて自分の意見を取り入れるわけですよ。例えば、相手の利益になることを話題に入れるとか、相手が却下することを自分も批判してみるとか、相手が繰り返し話すことっていうのを自分も取り入れて、自分もそのことを話すと。で、いうのが大事ですと。で、まあ、そういうこともあるんだけど、中には不利な場合もあります、話し合いが。で、話し合いが不利だったら、枠組みを作る必要があります。枠組み、話し合いの枠組みだって。っていうのは何かっていうと、相手の言葉をまず受け止める。相手の言葉をまず受け止めた上で、自分なりに言葉を言い換えます。不利な言葉ならね。自分に有利な言葉だったらそれを活用します。うん。で、言葉を言い換えるとしたら、相手の言った言葉っていうのが適切じゃないような文脈を作ります。そうすることで、話っていうのが自分の言葉で作ることができますよね。相手の言葉を不適切な雰囲気を作ると、自分の話した言葉で議論が進みやすくなるので、話の枠組みが変わってくるわけですよ。枠組みっていうのは論点とは違うんだよな。どういう目線で物事を見るかってことですかね。さあ、その手順って言いましょう。手順としては、1、聴衆の言葉の中から自分に有利そうな共通認識の言葉を見つける。聴衆はいろんな言葉とかいろんな価値とか、言葉とか価値観を持っています。その中で自分が話しやすいっていうようなことを見つけて、それを繰り返し使うわけですね。そしてその論点も定義します、ね、聴衆の価値観に当たる論点と、まあ、言葉を見つけると。そしてそれに対して具体的な問題を未来形を使ってます。さっき前やった、論点っていうのは非難、価値、選択って分かれていて、まあ、基本的に議論っていうのは未来形で話が多いです。これからどうするって話にした方が話は進みます。だから今回の場合も未来形です。未来形で話す、ね。相手の価値観とか、相手がの中での価値観に当てはまる言葉の中で自分に寄り添う言葉を見つけて、そして具体的な問題を未来形を使って話していく。そうすることで、非難をされたり、過去形の言葉を使ってしまうと非難の対象になっちゃうんで、非難されることもなくなってくるわけですよ。だから未来形を使って話すようにする。それがもしうまくいかなければ、枠組みを変えていく必要があります。まずは事実。自分に有利な事実だったらそれを利用します。枠組みを変えません。もし自分に不利な事実の話をされていたら、枠組みを変える必要があります。じゃあ次どうするっていう、定義を変えます。今、この場所では、こういった、だコンプライアンスって言葉を企業の法令遵守と考えていますけれども、それじゃなくて社会全体の法令を、決まりを守るっていう意味で、考えてみませんかとか、まあ、言葉の意味を変えるわけですよね。そしたら話し合いの形って変わってくるから、それさえできそうになかったら、例えばその言葉の定義が一つしかなかったりね、した場合とかね、その場合は3、次は質ですね。あなたはそうやって主張してるんだけども、それは今回の議論においてそこで重要じゃないんだ、ね、私たちが本当に話すべきことはこういうことである、その話をするんだよ。枠組みを変えていくと。でももし相手が重要な話をしていた場合はとか、
ね、そこまで重要じゃないんだって言ったんだけど、相手はいやこれは重要な話だって言ってきた場合どうするか。その場合は妥当性です。まずこの議論自体不適切じゃねえかって話を持っていくんですって。ああどうなんでしょうね、まあ、って感じで枠組みを変えていきましょうという話です。これならね、うん、まあ、事実とかは結構やりやすいと思うんですけどね。そのデータって本当ですかみたいなね、っていう感じですかね。5分だって。さあ、ここから先5分で話せるかな。難しいね。今日はこれぐらいにしましょうか。また次回続きを話そうと思います。ありがとうございました。